これから北海道倶知安町の三島さん家の芝桜にを見に行きます。ここが開花時期になると臨時で設けられる駐車場です。この道を少々登って右に曲がります。今日は天気がいいですね。先ほどは観光バスも止まってました。5分から10分ぐらい歩きます。はい、ここを右に曲がります。まっすぐ行きますと、朝日が丘スキー場の方面に行きますけど、ここを右に曲がります。ここが倶知安町の造り酒屋ニセコ酒造です。ニセコ酒造、歩いていってます。車が行ってます。行きたいと思います。はい、結構来てますね。土曜日で天気もいいですからね。小学校になっちゃうね。
はい、もう間もなくですね、もう見えてきました。ピンクの絨毯が見えてきました。5分ぐらいですね、歩いて5分ぐらい。あ、このピン電波が悪い。もう一回つなげればいいんじゃない。さあ見えてきました、見えてきました。いやー見てください、めっちゃ綺麗ですよ。だいたい例年は6月の初めぐらいに開花する感じですので、今年はやっぱり1週間以上早いんでしょうか。もうかなり咲いてるというより満開なんでしょうか。これが三島山地の芝桜です。個人のお庭ですね。これを一般に開放しています。羊蹄山とですね、道路の右側に広がっていますけれども、道路の左側もまたまた見事ですね。途中は見えるけど、いいですね。はい、向かって左側に小高くなっているところが羊蹄山をイメージしています。そこから右へ向かってニセコの山々をイメージしたというのを聞いたことがあります。